2人の舞妓が湯沢市でデビューしました。舞妓の活動を通じて地域の魅力を世界に発信します。今月21日、台湾から秋田を訪れた人たちを前に踊りを披露する2人の舞妓、由利本荘市出身の須田さくらさんと台湾出身の戴宇城さんです。2人は去年湯沢市の地域おこし協力隊に任命され、秋田湯の花芸妓の舞妓として活動しています。須田さんは高校生の時民謡部に所属していて、舞妓は当時からの憧れでした。芸名は周囲から信頼される存在となるように、しずのと名付けられました。タイさんは舞妓をきっかけに日本の文化や日本語を学んできました。芸名はフミカ。市に新たな風を吹かせてほしいという思いが込められています。舞妓デビューを目指して2人は半年間、踊りに、茶に、花、和楽器など舞妓として必要な芸事を磨き、今月3日、ついに舞妓としての一歩を踏み出しました。緊張と、あとこれからその舞妓として、この自分が本当にちゃんとできていけるのかなっていう不安もありつつ、こう頑張ろうっていう楽しみもありました。地域の方々がすごい応援してくださった方が来てくれましたので、本当に緊張しながらのすごい嬉しい気持ちですね。この日はデビューから3回目の披露の場です。フミカさんの母国台湾の新兵市から来た人たちを前にした踊り、2人は緊張した表情を見せながらも優雅に軽やかに舞いました。自分の中では精一杯踊れたかなと思っております。自然を楽しみながらゆっくり過ごせる、皆さんにこうリラックスしていただける、そんな街なので、そういうところを PR していけたらなと考えております。近所の親戚みたいな感じで、私的にもすごい嬉しいです。本当に感動しました。今後も台湾と日本の交流をより深めることができるとすごいいいなと思っております。2人は舞妓を通じて地域の魅力を世界に発信します。